今からオイル塗っていきますね。どうもキングジョージ、キングジョージ、うん。はい、ということで、本日ね、タクちゃんじゃなくてコングくんがカメラ構えております。要するにタクちゃんに対するドッキリなんですけども、 そうなんですよ。そのドッキリの内容とは、マッサージエステでハニートラップ仕掛けてみたー、はい、っていう感じで、まあタクちゃんには企業案件来たみたいな感じで、あのマッサージ店にコングが2人で連れててもらうわけですよ。でそこで、まあ女の子登場して、でそこでちょっといろいろモニタリングしながら指示出していこうかなと思うんですけど。女の子で誰？お願いします。イエーイ。誰ですか？僕の後輩です。はい、お願いします。お名前は？フルネーム。あ、ひなで行こう。はい、今こんな感じで結構かしこまってるんですけど、普通に喋ってた時ばっかうるさいんで、大体のこととかもやっていこう。ひなちゃんがエステなる人の真似してもらって、実際部屋は借りてんねん。借りたところにもいておいてもらって、お前らが入ってきてやる感じ。なるほどね。まあ、という感じでやっていきましょう。レッツゲットスタート。はい、ということで企業案件いただきました。なんで2人なの？じゃああいつは、じゃあ今日何してるの？じゃあだからオフです。ほらお前はほんまにマッサージ楽しむだけでいい。まあとりあえず太鼓式よもぎ虫ハーブで言ってる。楽しみ、俺マッサージ行きたいずっと。でもお前のところ取らんから、俺のとこしか取らんから、お前はほんまに楽しむだけ。あり、あ、ない、あ、ないよ。こんにちは。あ、こんにちは、いらっしゃいませ。あ、そしたらお客様はこちらへどうぞ。あ、はい、します。僕どこ行けばいいですか？お客様、じゃあ2階にお願いします。わかりました。本日担当させていただきます、リー・シンシンと申します。あ、リー・シンシン、日本の方ではない感じですかね。そうなんです。あ、すみません。どんな感じですか？今入ったばっか。じゃあ最初は普通にひな、ゆっくりマッサージしていこうか。腰から失礼しますって言いながら。最初は腰から失礼します。あ、はい、お願いします。あ、もう早速行く感じですね。あ、早速行きますね。おお、おお、おお、いいですね。いいですか？いいですね。聞いてますか？あ、気持ちいい。まだ何もしてないわ。いい感じですか？めっちゃ気持ちいいです。すいません、それでは揉みほぐし終わったので、ちょっと上半身の方脱いでもらってよろしいですか？そしたら揉みほぐし終わったんで、はい、タオルかぶせるんで、ちょっと上半身脱いでもらってもいいですか？あ、わかりました。さあさあ、こっから見逃し厳禁。また下向きに寝転がってください。確認してる。ええ、こいつやばい。こいつやばいやん。はい、わかりました。はい。すみません。はい。そしたら寝転がっていただいて、はい、タオルかぶせます、ね。あ、はい、お願いします。あ、いいですね。そう、かけ方がうまいですね。はい、よかったです。はい、タオルかぶせました。あ、それ自分で言うタイプなんですね。当店最高の清水の方ありますので、そちらの方を振っていきますねって言って霧吹き取ろう。そしたら当店最高のお水があるので、そちらちょっとかけていきますね。あ、お願いします。はい、シンシン、あ、清水、はい、うわ、冷た、うわ、冷た、うわ、冷た、ちょっと待って、えぐい、ちょっと待って、えぐい、清水なのね。ちょっと待って、えぐい、はい、頑張ってくださいね。どんなマッサージやねん。蓋外して頭かけようか。やり、めっちゃおもろい。失礼しますね、はい、最高級の頭かけると結構リラックス効果あるんで、こちら行きます、ね、おい、なんでやり。リラックス効果あるんで、こちら行きます、ね、おい、なんでやり。効果あるんで、こちら行きます、ね、おい、なんでやり。ちょっと待って、え、そんなことあります？そんなことあります？それではちょっと今から本格的にマッサージしていきますね。そしたら今からちょっと本格的にマッサージさせていただきますね。あ、はい、 はい、ありがとうございます。はい、ちょっと上に乗らせていただきますね。はい、お願いします。失礼いたします。そしたらちょっと本気でマッサージやらせていただくので、はい、失礼いたします。まずマッサージして熱くなってきましたっつって脱ごう。ちょっと熱くなってきたので、服の方を脱いでもいいですか？はい。私が。あ、全然大丈夫です。どうしました？服ちょっと脱がしていただきました。はい、でマッサージしながら耳元でささやく感じでペチャっていこう。それで耳元で小声でオイル塗ってもよろしいですかって。そしたらちょっと失礼します。はい、今からオイル塗っていきますね。はい、はい、失礼いたします。そしたら失礼します。はい、おー、すげ
あのずっとこういう感じのこと言っていこう。もう筋肉が硬いとか。筋肉がすごいピクピクしてますね。いやしてないですよ。すごいビンビンですね。いや全然全然。ビンビンってなんか。ちょっと待ってくださいね。はい。ちょっと一旦待ってますか。はい、これってなんかすごい匂いするんですけど。あ全然全然。こういうカンボジアなので。こういうカンボジアなので。お尻の方もマッサージさせていただきますってさっきみたいにトン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 ってやっていってくれる。最後に。股の間に手入れてシュッていこう。ちょっとお尻の方もマッサージさせていただきますね、はい、そしたらちょっと下に行っていきますね、はい、なんだそれ。そういう感じのあるのか。え、なんすキャッシュカードでも吸ってるんですか。いやいやいや、こういうマッサージなんですよね。そうです。そしたら少し揉みほぐしさせていただきますね。はい、で揉みほぐしてあと1万円で本番ありますけどどうですかって。あと1万円料金プラスしていただけたら本番あるんですけどどうされますか。マジですか。はい。え？え？ほんますか。はい。お姉さんですか。私です。お兄さんかっこいいから3000円にしちゃおうかなって。じゃあお兄さんかっこいいから3000円にして。え、案件ですよね。え、すげえ服装じゃないですか。マジですか。はい。マジか。個人的にしたいなって。ちょっと個人的にしたいんですけど。反応してきてますから。着替えてくるので、パンツ一丁で待っといてもらっていいですかって。そしたら、ちょっと着替えてきますので、パンツになってお待ちいただいてもよろしいですか。え、マジですか。はい。パンツですか。私脱いだらすごいですよって。私あと脱いだらすごいんですけれど。やばいですやばいです。え？ほんま何もしてないの。え、なんか聞かれてます？いや、ほんまに何もないんでパンツになってもらって。じゃあちょっと出ますね。はい、あーもうすごい硬くなってます私の。びしょびしょです。女の何が硬くなるの。ちょっといけます？いけます？いい感じですか。うん。おい、ちょっと待って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 、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って、どうしよう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 、待って、一回待って、ちょっと待って、待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何してんの、ちょっと、く、もう、え、く、え、もう五回ぐらいこの上下運動してた、おピンピン、五回ぐらい、おピンピン、え、じゃ、正直、怪しいんだわ、怪しいんだ。だから俺周りカメラ見て、うん、マジでないね。でまた初めまして。いや、え、やばいことしてない俺。まあでもさ、今日さ撮影メンバー一人来てないよ。誰来てない。ジャンボ、うん、ジャンボにもこの子でかけようかなみたいな。お前さ失望したの。失望はしてない。別に俺何もしてない。じゃあお前だって、じゃあ俺断ってんねん。普通に考えて、うん、パンツ一丁にはならんよな。じゃあ言っていい。マッサージ来た。違う俺知らんもん。マッサージこれ言わせてください。いやほんまに俺マジマッサージ知らんから。ほんならほんまのマッサージでパンツ一丁なると思った。一応なると思って。でやからんで言いたてもえ、でもなんか途中で耳元でなんか言ってたし。なんか正味意味わからんねん。ちょっと期待したやろ。いや期待ってしてワンチャンとか思ったやろ。いやそれはないよ。いやだから綺麗な方やったからほんまに。ちょっとウキウキしてた自分はおったかもしれん。だからワンチャンわからんけど見れるかもしれんとは思っただけ。鬼な。それは思った。この後いいですか。ごめんなさい。なんでやねん。なんでそっち打つねん。最後こっちやろ。